て牧原に行くとき、弓と矢を持つんですが、矢が2本持つのは並大抵のことではないです。なかなか賭けもして矢も2本持つっていう時に持てないし、やつがえ動作もできないので、最初は1本でやつがえ動作までやれるように、初めから立って礼をして、で足踏みをしてっていうことをしますけれども、で一本で立ってやつがえ動作で、この時に走り羽のところに弾がはまるように、そしてここからも筋トレします。初心者の頃に覚えてください。これを覚えると、あとでこの角度、親指の使い方、矢の感覚、最初はできないかもしれませんけど、これを覚えてください。後々にすごく役に立ちます。この練習、最初はできないでしょ。あってなってしまうし、膝の上には乗らないし。でも、これ、この筋肉がすごく大切なことが後々わかりますので、ぜひともやってみてください。以上です。